技のように。それにしても小説復活の呪文の章だけ書かれてる呪文が本当に使えるなんてね。ええ、驚きですわ。ピンときたの。見つけたのは私だけどね、私。いやー、そこでピンときてさ。つまらないとか言ってブランに押し付けたくせに。あのブラン、面白いゲームソフトが出てくる呪文は載ってませんの？ないわ。すぐに眠くなる呪文ならラリホとか。私、字がいっぱいの本読むとすぐ眠くなる。ネプテューヌには必要なさそうね。面白い小説よ。もう読み終わったし、頭だけでも読んでみて。私？ごめんなさい、わからないわ。では私も。個性的な味じゃなくて内容ですわね。遠回しに否定した。面白いのに。パープルバードという主人公の鳥がバケツプリンに目がなくて頭から突っ込んで溺死しそうになるの。プリンって傑作だったわ。ねっぷぷー、それは傑作だね。僕みたい。人事じゃないでしょう、ネプテューヌは。あとグリーンバードという鳥の胸肉が膨らみすぎて爆発するところとか。まあ爆発してなくなってしまうの。笑ったわ。なんだかもやっとするのはなぜでしょう。作者は誰なの？4人分の名前があるけどかすれてて読めないわ。そっか、残念。いつか会えるといいね。サザダッシュ風のやつ。サザッ。もっと慎重に。平気平気、勇者はいきなり入ってって壺割ったり引き出しあさっても怒られないんだから。はーい。ほらね。うん、もう出てくるわ。というか今の声ってどちら様？あなたたち、メモくれた女の子。そっか、ここあなたの家だったんだ。ちょうどよかったよ。私たち水中都市に行ってきたんですわ。私のメモが役に立ってよかったわ。わかりやすかったってことよね。ええ、とても。よく言われるわ。学校でも私のノートは見やすいって評判で。みんな気を使ってるのかな。可能性はあるわね。さすがに学校のノートは普通では。それで何かあったの？私も何度か潜ってるけどこれといって成果がなくて、あの扉も開かないし、何か引っかかるんだけど妙に気になるというか。だから近くに。ええ、そう。水中都市を調査するために私たちはここに住んでるのよ。私たち？愛ちゃん、ずいぶん時間かかってるですね。待て、コンパ、シルクワームかもしれんぞ。あー、クラム！お前たち
知り合いなの？クロム。まあな。それよりお前たちどうしてここへ？いや、そういうことか。再会して5秒で謎めきゼリフ。さすがミステリアスお姉さん。そろそろその呼び方はやめろ。アイちゃん、クロムさんのお友達なら入ってもらったらどうです？そうね、水中都市に行ったのなら話も聞きたいし、どうぞ。やったー。自己紹介は勇者のイロハ。私、ネプティアヌだよ。勇者？気にしないで、私はノワールよ。よろしくね。私はブラン。デールです。よろしくお願いしますわ。私はアイエフ。ここでは二人暮らしをしてて。アイちゃんと一緒に暮らしてるコンパです。アイちゃん、今は二人暮らしじゃなくて三人暮らしです。私は長居する気はないからな。クロムだと言っても全員知ってるか。知らないことだらけよ、あなたに関して。ええ、そもそもルビーで別れたあなたがどうしてここに？ああ、それか。それはな。やれやれ、プラネテューヌ、ここまで来れば大丈夫だろう。フィリンのやつもさすがに。来い。どこか隠れる場所は？あ、こっちよ、ついてきて。しばらく私たちの家に隠れてるといいわ。なぜ助けた？なんでかしらね、放っておけなくて。はーい、アイちゃん、久しぶりのお客様。私はアイエフよ。私はコンパです。よろしくです。クロムだ、すぐに出ていく。ということがあってな、少しの間のつもりだったんだが。そうだったんですのね。なるほど、わかった、わかったよクロム。でもね、私クロムには言いたいことがあるんだけど。ネプテューヌ。お腹すいた、おごって。だから無駄遣いするなと言っただろうが。ナプそれじゃあ落ち着いて話すためにもティータイムとするですよ。いいですか、アイちゃん。にぎやかになったからって浮かれちゃって。まあ、お茶とお菓子くらいしかないけど。アイちゃんだって嬉しいくせに。そうね、ちょっとは。そうだ、材料はあるからプリンでも作るですか？やったー、プリン来た。これ素材を錬金鍋に放り込んだら自動的にできるんだよね。違うと思うです。手伝ってもらうわよ、あなたたちにも。働かざる者食うべからず。私その言葉聞くと体が溶けるんだよ。なめくじに塩みたいですわね。正しくはあれは溶けるんじゃなくて縮んでるのよ。まあ、そうだったんですの？もちろん手伝うわ。ほら、ネプテューヌも。プリンのためなら仕方ないね。はいはーい、私も手伝います。
もしもし、元気にしてる？もちろん元気だよ。何かあった？それはよかったわ。あなたたちが追っている情報とは異なるんだけど、少しばかり興味深い噂を耳にしてね。実はルイの近くにものすごく美味しいナスがなっているみたいなの。私たちも食べてみようと探しているんだけど、なかなか見つからなくて。もしよかったら力を貸してくれないかしら。ナス？食べた覚えはないけど、なんだろうこの嫌な感じは。ほう、ナスか。協力してやろう。妙にやる気満々じゃない。ナスが好きだったりするの？あ、もしかしたらこの世で一番好きな食べ物かもしれない。そんなに？グロムがそこまで言うなら手伝いに行こっか。もしかしたら私も大好きだったかもしれないしね。本当？よかった、オンに着るわ。それじゃあ拠点で待ってるから、着いたら一声かけてちょうだい。よし、早速拠点へ向かうとするか。今までにないくらいやる気に満ち溢れていますわ。いつもこうなら尊敬できるのに。おい、なんか言ったか？いえ、なんでもありません。お前と一緒にするな、まったく。というわけで、見たことのない過去のゲームについて教えてほしいんだよね。知ってるんでしょ、どうせ。ああ、かつてこのゲーム業界には 3D ゲームというものが存在していた。今はフィリンとシルクワームが隠して存在していないことにしてしまったがな。そんな、ひどい。ベル、すべてのゲームは私に遊ばれるべきですわ。ベル、本まで巻き込むなんて許せない。 3D になったことで作り手が映像技術に頼り、中身がスカスカなゲームが増えたからという理由らしいが、本当のところはわからん。なぜフィリンはあそこまで憎んでいるんだ。だから映像技術に頼らない 2D ゲームを来賛していると。だいたいアルティザンが言ってたことと同じね。シルクワームを追っていれば本当の理由がわかるかもしれませんわ。うんうん。でもどっちにしても最新映像の技術者を誘拐したり、本を燃やそうとしたりしてるのは事実だよね。私には関係ないわ。ねえ、私も。ちなみにな、お前たちの記憶がない原因もフィリンだぞ。フィリン倒すしかないわ。本を奪ったり燃やそうとしたりしてるのもフィリンの命令で間違いない。そうだな、フィリンはシルクワームを創設し今もトップだ。フィリン、倒そう。よくわからないけど、とりあえずロリー、じゃないフィリンを倒そう。倒すべしですわ。だが人間じゃ奴には勝てんぞ。なんだって？ざわ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 。そんなことないもん、勝てるよ。だって私勇者と。クロムちゃん、遊ぼう。
フィリン。ネポ、来たー。ねえねえ、クロムちゃんってば。もしもし。今取り込み中だ。帰れ、うるさい。もしかして他に誰かいるのね。私とクロムちゃんのイチャイチャタイムを邪魔するなんてダメなんだから。こら、出てきなさい。どうする、ここで戦う。でもまだ勇者の武具揃ってないし。もともとないから、そんなもの。どうしましょう、今にも入ってきそうですわ。扉壊しかねない勢いね。チッ、お前たちは隠れていろ。私が相手をして追い返す。任せた。一人で大丈夫なの、クロム。フィリンの相手なら慣れてる、問題ないさ。アイちゃん、隠れるです。クロムちゃん、ねえってば。もう、こうなったら。待て、今開けてやる。やれやれ、わかったよ、遊んでやる。やったー、クロムちゃんとデートだー。じゃあね、まずはそうね。なんだ、私は一人だぞ。じゃあなんでコップがこんなにたくさんあるの。お菓子を作りすぎたから。紅茶もたくさん用意しただけだ。ほら、たくさんあるだろう。苦しい、押し切れるか。これ全部クロムちゃんの手作りなの。そうだ。クロムどう見ても料理キャラじゃないのに。でもクロムちゃん料理全然できなかったんじゃ。ほら苦しい。お前に食べてほしくて覚えたんだ。じゃあネプチューヌ。誰かいるの。ネプ、つい。どうする。ギョ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 。何それ。なんだ、お魚さんか。水辺が近いものね。魚ってあんな風に鳴きましたっけ。それにしてもバカっぽい鳴き声ね。ほんと頭悪そう。聞いてるだけでこっちまでバカになっちゃいそうだったわ。ムックー、落ち着いてネプチューヌ。まあいいわ。嬉しい、クロムちゃん、これ全部私のためなのね。食べていい。もちろんだ、食べたら帰るよ。どうしよっかな。いただきます。私まだ食べ足りないのに。わあ、甘くて美味しい。急いで喉に詰まらせるなよ。うん、ありがとうクロムちゃん。パクパク、モフ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 。すごい勢いで食べてますわね。なくなっていくよ。よかったな。じゃ、そろそろ。お腹いっぱいになると眠くなっちゃうわ。私お眠さんなの。すやすや。おい、フィリン。くん。クロムちゃん、大好き。ち、変わってないな。昔と。また一緒に。もういいぞ、出てこい。あの子どうしたの。外に捨ててきた。え、
それはかわいそうなんじゃ。何度もやってる、平気だ。どうせ奴も起きたらろくに覚えてない。クロムがそう言うならいいわ。アイエフとコンパは？確かクローゼットに隠れたようだったけど。こっちも寝ちゃってるわ。なんか起こすのもかわいそうだね。そのままでいい。むしろ好都合かもしれん。さっきの話の続きをするにはな。そうね、ややこしい話になりそうだし。ねえクロム、水中都市でIF コンパとクロムが載ってるアルバム見つけたんだよ。クロムと二人は昔からの知り合いなんですの？さっきの話では助けてもらった時が初対面だったようですけど。ああ、それは。あ、リンシンが起きたの？あ、なんかいっぱい喋ってる。こっちから質問するんじゃなく、イストワールからこんなに話しかけてくるのは初めてね。そうか、お前たちもしかしたらフィリンに勝てるかもしれんぞ。本当？ネプは人間じゃなくて勇者だもんね。いや違う、女神だ。女神？この間も言ってたけど意味わかんないよ。IF が話したおとぎ話に出てくる女神、このプラネテューヌを守護していたという。そうだ、プラネテューヌだけじゃない。ラステーション、ルイ、リーンボックス、それぞれの国に女神は存在する。いや、存在していたというべきか。今はいない、いなくなった。そして再び女神になるにはイストワールに認められなければならない。イストワールに？4つの国、4人の女神、私たちも4人？そうだ、4並びだね。すごい偶然。そうじゃない、お前たち4人がその女神だったんだ。わかってるよ、ちょっと行ってみただけだって。あまり疲れさせるな。私たち4人が国を守護する女神だったの？ああ、そして人間にされたことにより女神だった時の記憶をなくしたんだろうな。私にも読めんが、今のイストワールの反応はお前たちに女神に戻る機会が与えられたということだろう。女神になれば失われた記憶も戻るはずだな。記憶が本当なのね、その話。私たちが女神、女神になったら世界中の本読み放題。勇者か女神か、女神か勇者か。ねえねえ、どっちがかっこいいかな。私は勇者の方が強そうでかっこいいと思うんだけど。そういう話じゃない。もうクロムちゃんったらいたずらっ子なんだから。さて、こうなった以上話さないわけにはいかないだろうな。聞いてもらうぞ。中話の予感。先生、決定ボタンの連打は可ですか？してもいいが、そんなことして困るのはお前だぞ。ですよね。もし何かあるなら今のうちに済ましてこい。